皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、限られた時間で夢を叶えるには、最初に考えたい大切なことについてお話をしたいと思います。コンサル生さんですね、いろいろ私相談に乗ってるんですけれども、よく手を多く入れるのがですね、優先順位を作っていくっていうことをに手を入れることが多いです。優先順位を作るっていうことは、その人が、例えば長期的な目標とか中長期の目標とか短期の目標とか、いろいろ持ってるんですが、その持ってる目標に対してですね、次々にこう新しいアイデアが出てきてしまうタイプの方とかはですね、それを次々に手を出していってしまうんですね。これは積極的にチャレンジするっていう意味では非常に評価できる行動なんですけれども、それをやりすぎるとですね、時間がなくなります。当たり前なんですけど、時間がなくなるということは本来パフォーマンスを上げなくちゃいけない核になる事業に力を注げないことになりますので、その限られた時間をどう使って、自分が本当に叶えたい夢を実現するには、一番最初に考えたい大切なことがあります。でそれを今日はお伝えしていきたいというふうに思っております。まずですね、限られた時間で夢を叶えたいと思ったらですね、一番考えなくてはいけないのは、その目先なことではなく長期的な視点で自分は何をやりたいのか、何をなすべきなのか、これを自分に問うっていうことがやっぱりどうしても大事になってきます。具体的に言うとですね、目先の利益を追いかけるがために、長期的な案件への対応がおろそかになることはやめようっていうことです。これ長期と短期は両方同時にやっていかなくてはいけないんですが、特に目先の売上とか目先の、集客を追うと、新しい手法いろいろありますからね、試したくなるんですよ。でそれを全部試すと当然時間と、そのコストもかかっていったりとかして成果が出にくくなったりするので、手を出したいというふうに思った時には初心に帰る。私は特にじゃあこの1年は何を最優先する事項として当てたらいいんだろうか、何を一番優先するべきなんだろうかっていうのを、新しい事業を入れたい時とか新しいことをやりたい時には通ってみる必要があります。チャレンジするマインドは非常にいいし、褒められるべき内容だと思います。実際にそれは何も動かない人よりは全然いいんです。だけれどもこれ手出しすぎるとですね、もう収集もつかないし売り上げも上がらない、集客もできないっていう三重苦になってしまうんですよ。だから順位はね、決めなくちゃいけなくて、その優先順位の決め方っていうのは、さっき言った自分の軸ですね、自分の原点回帰、それにおいた中で一番やらなくてはいけないことを最優先にするっていうことです。これ言葉で言うとですね、割と簡単に聞こえるかもしれないんですけれども、結構しんどい場合がありますよ、何かをする場合において、私の場合であると、要は事業を増やしていくっていうことは可能性を試したりとかいろいろやるために増やしていくんですけれども、当然さらにその中でメインにするものを絞り込んでいくときに、やめる、停止にする事業とかも当然出てきますよね、時間がなくなるから。でその時には痛みが伴う場合も当然あります。でこの話をなぜするかっていうと、やはり教室の先生とかはですね、女性だからっていうのもあるかもしれません。男性って割と引いた目で全体を俯瞰する目をもともと持つような体質なんですよ、脳の体質が。女性っていうのはここのコミュニティとか自分のこのテリトリー内のエリアに気配りとか目配りがすごく効くので、その盤石な自分の手元のテリトリーを固めるのは得意なんです。だけど先を見通す力にやや弱いっていうのが女性脳の特徴なので、
今一番いい状態を作るために奔走する、要は集客をするっていうと今来る人だけを集客するために頑張っちゃうんですよね。いろんな手段とかいろんな方法、それがメニューを変えたり、場合によっては授業もう1個2個とかやっちゃったりするケースもあるんですけれどもね。ですが、本分として何を自分がなすべきかっていう観点から言うと、売上上がるのは分かってても手を出さない時とか、要は先のこと考えて今なのかっていう、この時間を考えることができるかどうかも非常に大きなポイントになるんですよ。これ女性が苦手だなというふうにお話を聞いてると感じることです。なぜならばコンサルセイさんと話してて、バーッとこういうことしようと思います、こうやれっていう聞くと、私の中ではそれ優先順位どう考えても低いと思えることを今やるっていうふうに言うんですよね。でもっと重要なことで重たい案件で今でも少しずつでもトライしていかなきゃいけないことをその時パタッとやめてしまうんですよ。そうするとそれやっとかないとやっぱり身にならないので、そういう時にやりたいことも分かるし、今やらなくてはいけないことも分かるんだけれども、本当にそれはそんなに優先順位高いことかなという問い合わせをしたりすることがあります。本人の中では熱が上がっちゃってるんで、もう今やんなきゃいけないぐらいの勢いになってるケースとかもあるんですけど、全体的に見た時に、引いてみた時に、それは今じゃなくてもいい、後でも大丈夫っていうのが混じってるケースがあります。それどころか前に聞いてた話で立ち消えになってる、その話の方がむしろ大事で、あれは一体どうなったんですかみたいな、そういうことをねお話しするようなケースとかもあるんですよ。ですからこう自分の中で気持ちが盛り上がりすぎると、盲目になるっていうか見えなくなってしまうケースもある。ここはやはり冷静に考えたいところですね。で、その優先順位っていうものを考える、自分の本分と軸を見つめ直すっていう、私が実際にきつかったんですけどやった経験を一つお話をしたいと思います。私は今コンサルタントをやっています。教室開業集客の方のコンサルタントをやってます。で、それはもともと会社員から独立した時からコンサルタントをやるというふうに決めていたから独立をしています。で、その段階で、ただし、そのもともとのきっかけが教室の先生たちが集客に困ってるのを知っていたからなんですけどね。いろんな教室たくさん回ってましたから、お仕事で。で、それに応えてあげられる人になりたい。覚えなくちゃいけないこともすごく山ほどあったんですけどね。で、その段において、やはり自分も先生と同じ工程というか過程を経験した、経験値を含めて言う方が説得力はあるよねということで立ち上げたのがパン教室です。なぜパンだったのかっていうと、会社員の最後の職種がパンをこねる機械を売る会社で、パンのことを詳しく知っていたからです。なので私のパン教室を立ち上げた動機っていうのは、もちろん自分の技術技能が使えるっていうこともあるんですけれども、実際に集客をどういうふうに行っていって、でそれがデータとしてどういう形にすることができて、でそれを先生たちにどうやって還元できるか、このために4年間はほぼほぼパンだけを必死にやってきました。3年でだいたい満席状態を続けることができる、全国から人が来てくださるような教室を作ることができたんですけれども、その4年目の時ですね、葛藤が起こったのは、だいたいあらかたその目処は見えてきた。で、さらに次のステップ、もともと私が目指そうとしていたところに行こうとする時には時間が足りない、コンサルタント業をやるには、パン教室の比重が重すぎて、しかも売上高が当然ですけども、その時でパン教室でいくらだっけ、年商で多分700万くらいになってたのかな、700、800万弱でしたかね、なってる、その見えてる売上が立てやすい業種業態をから転換して、今まだ見えてないゼロの、コンサル業に移るっていうことを決断しなくてはいけないんですよね。で、バッといきなりは無理です。こちらにもお客様はいらっしゃるので。で、こちらに移行するために、ここのコマ数を減らしていかないと時間が作れないので、
集客できるかどうか今見えてない未知数の中でも、こちらを動かしながら新しい作業をして、新しい講座を募集しながら、ちょっとずつちょっとずつ減らして、ちょっとずつちょっとずつ増やすっていう、この作業を2年間かけてやって、まあ、6年目でパン教室の方を閉鎖したんですけれども、その2年は結構しんどかったです。なぜならば、募集をすれば満席になる講座とウェブサイト、一生懸命作り上げたウェブサイトをわざわざ停止して募集をしないようにして、未知数のコンサル業の方の講座を増やしながら集客を頑張るっていう、ここを全く集めたい人の層が違ってきているので、それをまあゼロからの立ち上げ的な感じでやっていくっていう作業があったのは、やはりしんどいですね。こちらで売り上げ立つじゃんっていうのを止めながらこちらを上げていく。だからこういう感じですよね。こちら下げて、こっち上げて。だからこの分岐点をなるべく早い前倒しにしないと心が安定してこないので、ただ売上高と収益高はどう考えてもコンサル業の方が高いんです。そういう職業なので。だから減っていく分を増やしていくっていう、そのインパクトは大きかったのは事実です。だから予定よりも早くここの分岐点が来るようにやっていくことはできたんですけれども、これはですね、本当に自分の本分は何なのかっていうことを決めて、しかもその期間は時間も精神力もお金的にもですね、やっぱ負荷が1.5倍から下手すると2倍かかるイメージでしたね。その2年間はしんどかったです、実際に。だけれども、それをする先があると思ってやらなくて、要は好んで来てくださってる生徒さんに、すいませんって言って、1年後にはこういうふうにするっていうふうに言いながら、閉鎖し一個一個閉鎖していったので、結構大変でしたね、その作業は。結果はもちろんその倍以上にはなってるわけなんですけど、売上高の方は。でもきつかったですよ、やっぱり。でもそれは決意をしないとできないことなので、要は集客できちゃってるっていうところに甘んじてると、次に起こるのもあとは基本は落ちていくだけなんですよ、何もしなければ。そこでリニューアルをしながらずっとやっていく。ただ私がずっとパン教室をやるためにお仕事をしていたわけではないので、やはり本文の方にいよいよ手をきちんと広げていこうっていうふうに決意をした時が4年目になります。で、今まあ9年迎えてるわけなんですけれども、結構ですね、そのしんどい時期にどう決意できるかって、これは職種替えのところだけじゃなくて、まあ会社員から独立する、パート自営から独立する、これも全くほぼ同じような現象が起きるはずです。だから私は都合2回そういうのをやってるんですね。会社員から一気に自営にした瞬間に収入ゼロになりますからね。それを1回目独立する時、2回目はパン教室からコンサルに業種替えをする時、売り上げを減らしながら上げていくっていう、これの方が難易度高かったかな。会社員の時はね、もう腹くくるしかないんですよ。だって辞めるって決めて動くって決めたら、足りないと思われるところをどれだけ動かすかっていうのも、自分の努力とできる限りのことをもう何でもやるって決めてやるしかなかったので。ウェブ集客はね、頑張りましたけれども、当然アナログもやらなくちゃいけないこととかはやるって決めてましたんで、別にそれこそ街頭立ってチラシを配るとかだって、効果があるって分かってればですよ。効果が今の私の業種業態ではないっていうふうに思ってたんで、それはやんなかったですけれども、必要だったらそれも当然やるしっていうことも考えて動いてました。だから何でもやるんですよ、開業当初っていうのは。だから1年目がね、一番忙しいし、精神的にもしんどいし、軌道に乗るまでが大変なんで、むしろ1年目やっぱり頑張んない方は、2年目3年目ずるずる続いて、まあ続けばいいですけどね、1年目で廃業になる方も結構多いから、楽した分がね、後半にやっぱどうしてものしかかってくるので、出だし超一生懸命頑張るか、後半で辛い思いするか、大体どっちかなんですよ 時間的に。でしかも
最初のうちにものすごい頑張った方が2年目3年目とかめちゃめちゃ楽になります。毎年集客は楽になっていくのが本当の、動線設計の作り方になりますので、それができてないという場合には、何かが間違ってます。ただ単にずっと頑張るだけが脳ではなくですね、皆さんが、女性が特に SNS 頑張るんですけど、それっていうのはまあツールでしかない、まあ、私の本の中にも書きましたけど、戦術と呼ばれる部分でしかなくて、大事なのは戦略の部分です。どう動いていってどう組んでいくかって、先にそこ決めないで動いちゃうと全部努力が無駄になります。水の泡はつながらないからっていう感じですね。そこをだからどんだけ時間取ってちゃんと考えてるかっていうのが結構大事なので、会社辞めるのも辞めてもいいし、パート辞めるのも辞めてもいいんですけど、その段階でちゃんと戦略をどこだけどんだけ組んでるかって、ここが結構ポイントになってきますので、そのあたりも考えていっていただければというふうに思います。ですので、まとめると、限られた時間で夢を叶えるために最初に考えたい大切なことっていうのは、自分が本当にやりたかった本文に、忠実に、行動していく、活動していくっていう、ここを見失わないっていうことですね。これをもし方向がちょっと違っちゃってるかもっていうのを感じる方は、是非今一度初心に戻って思い出して、また活動していっていただければというふうに思います。それでは。